本日はご多忙の中ご来場いただき誠にありがとうございます。ただいまより愛知県立大学創立70周年記念式典を開式させていただきます。私、本日の司会進行を務めさせていただきます、愛知県立大学学務課の小林京子と申します。記念式典終了までよろしくお願いいたします。はじめに主催者を代表いたしまして、愛知県立大学学長高島忠義よりご挨拶を申し上げます。本学の学長をしております高島と申します。本日はですね、今ロボットペッパー君をはじめ、デモンストレーションしていただきましたけれども、聞きますと昨日夜11時ぐらいまで、教職員と学生でですね、だいぶご苦労されたようですけれども、まあ、これが無事終わらないと始まらないものですから、無事終わって今ほっとしているところです。本日はお対応、しかも休日であるにもかかわらず、音楽の70周年記念行事に大勢の方にご参加をいただき感謝を申し上げます。また本日は愛知県副知事と愛知県議会の石井先生、さらに公立大学協会から清原会長、文科省から金塚課長さん、そして長久手市の鈴木副市長さんにもご来賓を賜り、音楽と同窓会を代表しまして厚く御礼を申し上げたいと思います。先ほど簡単に説明ありましたけれども、音楽は戦争のまだ混乱がまだ収まらない1947年に東区の西双葉町、これは現在明和高校があるところですけれども、そこに明和高校の前身である愛知県立の第一女子高等学校と同居する形で、愛知県立の女子専門学校が設立をされました。当時の記憶によりますと、教員8名、職員7名、合計15名のですね、小さな所帯から始まったようです。しかしその後、本学は1953年に県立の女子短期大学、57年に女子大学、66年には県立大学と、共学の県立大学へと発展を遂げてまいりました。1998年には51年から、約半世紀近く住み慣れた高田町跡に移転をしてまいりました。私の記憶をたどりますと、私が県大に応職しましたのは1985年です。したがって私自身は高田町で13年間を過ごしたことになります。高田町にはですね、の校舎には隣に水穂中学校、水穂丘中学、近隣には随陵高校や梅市大の滝子キャンパスがございます。ただあそこ文教地区なんですけれども、帰宅する際にはですね、ガミチという飲み屋街がございまして、なかなかそこを通り抜けるのが大変な関所がいくつかあって、なかなか夜遅くまで、家に帰れないと、たどり着けないという教員もおりました。さて、私は高田町時代のですね、最後の学生部次長を務めましたけれども、今思いますと当時の黒ぼけた行動にはですね、数箇所雨漏りがございました。でそのため、行動で入学式と卒業式を行っておりましたけれども、くれぐれも雨が降らないようにですね、祈っておいたと、そういう状況でございました。現在では懐かしい思い出ですけれども、今この高田町時代を知る学生が、教員がですね、ほとんどいなくなりまして、非常に寂しい思いを一方ではしております。さて、平成10年、先ほど申し上げたように本学はこの郊外のですね、緑豊かな長久手へ引っ越してまいりました。それと同時に国際文化研究科と情報科学部並びに3つの学科を新設をいたしました。今でも緑豊かな広大な敷地と真新しい建物を初めて目にした時の感激を覚えております。その後、現在の県立大学は語学部10学科と大学院の4研究科で構成されており、公立大学の中ではかなり大きな大規模な大学へと発展を遂げました。学生数は大学院生を含めて現在約3500名を数えております。
本学の学長も短期大学時代から数えまして私で12代目になります。学長室には歴代の学長の写真が飾られておりますけれども、それを毎日見るたびにですね、本学の長い歴史を感じずにはいられません。最近のことですけれども、私は副学長をですね、2004年から2011年かけて7年間務めましたけれども、その際本学は大きな組織上の変革を行いました。2007年の法人化、その2年後に県立看護大学との統合、そういう2つの大きな変革がございました。当時の県大学長でありました、今日ご臨席賜ってますけれども、佐々木先生や看護大学の川田学長とともにですね、夜7時ぐらいから、統合準備会を始めてですね、9時ぐらいまで議論していたことを思い出します。でさらに私はその大学統合にあたってですね、これ新大学と、県立の新しい大学と位置づけしましたので、文科省のこれ許認可の対象になるということで、分厚い書類をですね持って、文科省に何度も足を運んだという記憶が今でも鮮明に残っております。その後私が学長になりました2011年4月以降は、同年秋の文科省のグローバル人材育成推進事業の採択を得られました。それを契機としてグローバル化への対応を急いでまいりました。でさらに教養教育の立て直しということで、教養教育センターの設置を通じて、教養教育の充実を図ってまいりました。さらには各学部における専門教育の個性化、特色化を図ってきました。で今週にはさらに新聞やテレビで報道されましたので、ご承知の方も多いと思いますけれども、次世代ロボット研究所と通訳翻訳研究所を新設をいたしました。本学を含めて日本の大学は2018年以降18歳人口が低減いたします。いわゆる2018年問題がございますけれども、そういった一層厳しい大学学競争の時代をこれから迎えます。またとりわけ公立大学には特に地方創生に向けた大きな役割を期待されております。こうした大環境の中で、本学はきめ細かな少人数教育や、卒論作成等を通じた質の高い教育、そういったものを維持しつつですね、新しいグローカルな時代を切り開く強い意志とチャレンジ精神を備えた学生の育成により一層注力していく所存でございます。どうか皆様には今後とも本学の発展のためにご支援とご協力を賜りますよう心からお願いを申し上げまして、私からのご挨拶をさせていただきます。よろしくお願いします。それではここで、ご来賓よりお祝辞を賜りたいと存じます。はじめに、愛知県副知事、堀井夏子様より、お祝辞をいただきます。ご紹介をいただきました愛知県副知事の堀井夏子でございます。本来でしたら大村秀明愛知県知事がご挨拶をさせていただくところですが、知事は公務により出席が叶いませんので、祝辞を扱ってまいりましたので代読をさせていただきます。愛知県立大学開学70周年記念式典開催にあたりまして、一言お祝いを申し上げます。高島学長はじめ大学関係者の皆様、愛知県立大学同窓会会員の皆様、開学70周年を迎えられ誠におめでとうございます。皆様方におかれましては、県立大学の発展に長きにわたりご尽力をいただいております。深く敬意を表す次第でございます。また、本日ご臨席をいただきました文部科学省大学振興課課長補佐、兼任公立大学専門官の君塚様をはじめ、関係の皆様方の日頃のご指導、ご支援に対しまして、心から感謝を申し上げます。愛知県立大学はその前身でございます愛知県立女子専門学校として昭和22年に開設して以来、
地方公共団体が設置した大学として時代や地域社会のニーズに的確に応えてまいりました。平成19年の地方独立行政法人化のちにはこれまでにも増して積極的に大学改革を進め、県立大学と看護大学の統合や学部学科の再編をはじめとするさまざまな取り組みを通じ、大学の魅力をより一層高めるように努めていただいております。また地域世界に貢献できる人材の育成も着実に進め、多くの有為な人材を輩出をし、愛知の発展に大いに貢献をしていただいております。愛知県は日本一の産業圏として世界をリードする自動車産業や、アジアナンバーワンの集積を誇る航空宇宙産業をはじめとするものづくり産業のさらなる振興を進めるとともに、研究開発や実証実験の支援を通じて次世代自動車、健康長寿、IT、ロボットなど今後の成長が見込まれる分野において高付加価値のものづくりの維持・拡大を図っております。今後愛知がますます発展をしていくためには、さらなる産業競争力の強化を目指し、大学や研究機関、産業界の連携による研究開発を促進することや、これからの愛知を支えていく人材の育成に力を注ぐことが必要であると考えております。県立大学におかれましては、地域産業界との連携を一段と進めていただくとともに、先の予測がしにくい現代社会における変化にも柔軟に対応し、自ら動き新たな課題に果敢に取り組むことのできる人材の育成に取り組んでいただき、愛知の発展にとってこれまで以上に重要な役割を果たすことを期待しております。最後になりますが、本日ご臨席の皆様方のますますのご健勝とご活躍を心から祈念をいたしまして、お祝いの言葉といたします。平成28年11月5日、愛知県知事大村秀明代読、開学70周年本当におめでとうございました。ありがとうございました。次に文部科学省高等教育局大学振興課課長補佐公立大学専門官君塚剛様よりお祝辞をいただきます。文科学省大学振興課の君塚と申します。愛知県立大学創立70周年誠におめでとうございます。本来であれば松野文部科学大臣がご出席の上お祝いの言葉を述べるところでございますけれども、公務にて出席できませんので祝辞を預かってまいりました。代読させていただきます。本日愛知県立大学開学70周年記念式典が挙行されるにあたり、一言お祝い申し上げます。企画は戦後の混乱から立ち上がろうという愛知の人々の意欲のもと、昭和22年に愛知県立女子専門学校として設置され、幾多の変遷を経ながら発展を遂げてこられました。この間地域における高等教育機会の提供や地域社会での知的文化的拠点としての役割を担い、優秀な人材を育成してこられました。これもひとえに設立団体の愛知県や愛知県立大学の関係各位のご努力によるものであり、深く敬意を表します。近年では平成19年には公立大学法人化、平成21年には愛知県立大学と愛知県立看護大学を統合するなど大きな改革を実行されています。この中で豊かな人間性と高い知性を備え、かつ国際性、創造性及び実践力に富む人材を育成することを目指し、教育研究機能の充実強化に邁進されてこられました。知識、情報、技術の活用が社会のあらゆる活動の基盤となる知識基盤社会の到来が指摘される中、ICT の普及やグローバル化が加速度的に進み、我が国の社会、経済、文化に大きな影響を与えています。
社会が大きく変化する中で、大学にはグローバル人材の育成や研究を通じたイノベーションの創出、地域再生活性化への貢献等が期待されています。この春には翻訳通訳研究所、次世代ロボット研究所を新たに開設されるなど、新しい時代を見据えた研究に意欲的に取り組まれており、素晴らしい環境の中で地域社会、さらには国際社会で活躍する多くの人材が育っていくことを期待したいします。本日の栄えある式典を契機として、企画がこれまで培われた伝統と実績を継承しつつ、公立大学の使命である地域課題の解決、地域再生活性化の核として、その進化を一層発揮されますことを念願してやみません。結びに、企画のますますのご発展とご参会の皆様のご健勝を心から記念申し上げ、お祝いの言葉といたします。平成28年11月5日、文部科学大臣松野博一、代読、本日はおめでとうございました。ありがとうございました。続きまして、公立大学協会会長、兵庫県立大学理事長、学長、清原正義様よりお祝辞をいただきます。ただいまご紹介いただきました公立大学協会の会長をしております、そしてまた兵庫県立大学の学長をしております清原と申します。本日は愛知県立大学の70周年、記念式典、盛大に行われましたこと、心からお祝い申し上げたいと思います。また今日は先ほどロボットが出てきて、私も大変びっくりしました。同時に感心をいたしました。やはりこれ、からくりとものづくりの歴史が現代に生きているなという気がいたしました。また本日は大学祭も盛大に行われていて、素晴らしい天候に恵まれ、この70周年を祝っているかのような気がいたします。愛知県立大学は外国語学部、日本文化学部、教育福祉学部、そして情報科学部、さらに看護学部、語学部を要する、そしてまた10の学科、4つの研究科を抱えておられる公立大学の中では大規模な大学でございます。また公立大学の中では、愛知県立大学は非常に指導的な立場で私たちをリードしてきていただいております。私は兵庫県立大学の創立記念の時のことを覚えておりますが、今から13年前でございました。その時に、私たちの創立記念式典でご挨拶をいただいたのが、当時愛知県立大学の学長であると同時に公立大学協会の会長をしておられた森先生でございます。そして私が7年前に学長になって初めて、少し学長ということについて教えていただきたいということで参りましたのがこの愛知県立大学で、今節丁寧に教えていただきましたのが佐々木前学長でございます。そのようなご縁でございますので、愛知県立大学には非常に感謝申し上げているところでございます。また高島学長にも公立大学協会の理事として私たちをリードしていただいております。この場をお借りして改めましてお礼を申し上げたいと思います。今公立大学が全国で88ございます。これ40年前と比べますと倍増しております。非常に地域のニーズ、地域の期待に応える形で公立大学が増えてまいりました。そのうち半数は医療看護系の学部等でございます。いかに地域の必要が公立大学に対して大きかったかということが、
これを見ても分かると思います。ただ88になりますとですね、ちなみに国立大学が86ですので、まあ、数から言えば国立大の数を上回っているということになりますが、88になりますと、やはり公立大学はなぜ存在するのかと、公立大学の社会的役割は何なのかということが改めて問われざるを得ません。私たちも今公立大学協会の中に、公立大学の在り方を考える検討委員会を設置して、そして今年度中ないしは来年度の初めに新しい方向をきちっと打ち出したいというふうに考えているところでございます。愛知県立大学もぜひそのような作業に主導的にお配りいただければありがたいなと考えているところです。これからの公立大学を考えるにあたってキーワードが私は2つあると思います。1つは先ほどから皆様方のお話の中に出てまいりました地域への貢献です。まあ、広く言えば地域への貢献ですけども、もう少し狭く言いますと地域との連携です。愛知県立大学はその設立の理念の中に、地域への連携、地域との連携、成熟した共生社会における教育研究と地域との連携ということをはっきりと謳っておられます。これをどう具体化し、そして見える化をしていくかということがやはり公立大学の将来にとって大きなモデルになると思いますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。もう一つのキーワードは学生の活躍だと思います。先月10月10日に、北九州市で公立大学の学長会議開催いたしました。合わせて全国の公立大学から学生の皆さんに集まっていただいて、日頃の自分たちのさまざまな地域での活動をポスターセッションあるいはプレゼンテーション等で発表していただきました。大変素晴らしい催しだったと思います。また学生諸君がやっぱり活躍することがですね、公立大学の将来の展望を切り開くんだなという気が改めていたしました。学生が輝く、教職員が輝く、そして地域が輝く、これが公立大学の目指すべき目標ではないかというふうに考えているところでございます。どうか愛知県立大学がこの70周年を経てますますこれから大いに公立大学のリーダーとして発展していただきますことを心からお祈り申し上げまして、簡単でございますが私のお祝いの言葉とさせていただきます。本日はどうもおめでとうございました。ありがとうございました。続いてご祝辞をいただいたご来賓のほか、舞台登壇のご来賓のご紹介をさせていただきます。長久手市選出、愛知県議会議員、石井良樹様。おめでとうございます。長久手市副市長、鈴木高美様。また本日は愛知県大学及び高等学校の関係者の皆様、歴代学長の皆様、本学名誉教授の皆様、その他多くのご来賓の皆様にご臨席いただいております。ご対応のところ誠にありがとうございます。本来ならばここで全てのご来賓の皆様をご紹介申し上げるところではございますが、時間の都合上ご容赦くださいますようお願い申し上げます。本日祝電を多数いただいておりますので、ここでご紹介させていただきます。創立70周年を心からお祝い申し上げます。地域に愛される大学としてさらに大きく発展されますよう記念いたします。愛知県議会議長、鈴木高政様。
以下お名前のみのご紹介とさせていただきます。愛知淑徳大学学長島田修造様、金城学院大学学長奥村隆平様、私学館大学理事長学長谷岡邦子様、一般社団法人法律大学協会会長清原正義様、草刈純子様、瀬戸市長伊藤康則様、豊田信用金庫入り替え支店支店長酒井博之様。続きまして、創立70周年記念ロゴマーク優秀作品の表彰を行います。本学の在学生教職員および卒業生から多数の応募をいただきました。その中から最優秀賞1点優秀賞2点の作品を選定いたしました。それでは表彰に移りたいと思います。学長お願いいたします。最優秀賞浅井美沙様、賞状最優秀賞浅井美沙殿、あなたは愛知県立大学創立70周年記念ロゴマークの工房においてアイデアにあふれる素晴らしい作品を創作されました。厳選なる審査の結果あなたの作品が採用されましたので副賞を添えてこれを賞します。平成28年11月5日愛知県立大学学長高島続きまして、優秀賞、中瀬由佳様。同じく優秀賞、山田咲希様。賞状優秀賞中瀬由佳殿、あなたは愛知県立大学創立70周年記念ロゴマークの工房において厳正なる審査の結果優秀賞と認められました。よって賞状と副賞を贈りこれを賞します。平成28年11月5日愛知県立大学学長高島隆。賞状優秀賞山田咲希殿以下の